顔上げたら君は膨れて僕を見てる。どうしたの、僕がなんかした、機嫌悪そうだね。すると君は僕にずっと携帯ばっか触ってるってイライラしながら言ってくるけど、ちょっと待ちな、早とちりさ、君に興味がないわけじゃない。君が眩しすぎるから、下を向いてないとどうにかなってしまいそうだから、目を守っていたいだけ、話は全部聞いてるよ。これからもどうか隣で笑っていてほしい。今からまた携帯触るけど、君が眩しすぎるだけ、君が眩しすぎるだけ。ズマです、こんにちは。はい、今日はですね、とあるイベントの紹介をしたくて今回の歌を作ったんですが、アハオーラルソングコンテストというイベントが開催されるそうで、あなたが今月言われたちょっと嫌だったことをポジティブな歌にしてくださいっていうのを募集してるみたいです。で、このイベントに参加してくれた方の中で最優秀に選ばれたら、なんと電子クーポン50万円分がプレゼントされるらしいです。これはすごいと思いますよ、本当に50万ですから。で、あなたが今月言われたちょっと嫌だったことをポジティブな歌にしてくださいというお題に合わせて、アハッとなるひねりの効いた歌を募集しているということで、まあ、今回は僕は例としてね、あのデートでずっと携帯見てるじゃんって怒られた時に、まあ、君が眩しすぎるから携帯を見ざるを得ないんだよっていう、まあ、ちょっと無理やりポジティブな変換にして楽曲を作ってみました。で、まあ、新しく作ってね、応募する、これもちろん大歓迎なんですけれども、この曲をあのそのままカバーするのも全然 OK らしいんでね、あのやってみてください。で、イベント自体はあの世の中の当たり前にひねりを入れて開放感をもたらすために、オーラル（口）にちなんだアハッとするコンテンツを次々と送り出し、日本をもっと盛り上げるメディアアハチャンネルで挙げられていて、そのメイン企画がアハオーラルソングコンテストっていうことみたいなんですね。参加条件はこちらなので、よく読んでください。この辺、まあ、どっか出てます。電子クーポン50万円分ということなんで、まあ、ぜひね、あのこの機会皆さんに応募していただければなと思っております。まあ、夢があるんでね、ぜひやってください。最後にですね、あの詳しいことは改めて概要欄の方にしっかり書いておくので、応募してみてください。ありがとうございました。さよなら。